フットボール選手でアメリカンフットボールチーム経営者。現役時代のポジションはセーフティ。現役時代は NFL のワシントン・レッドスキンズに所属し、現在はグリーンベイ・パッカーズの社長兼 CEO を務めている。1970年にマーフィー一家はニューヨーク州バッファロー近郊に移り住み、ペット・マーチ・ブローダとチームメイトだった彼の父親は、 バッファロービルズのシーズンチケットを購入。マークはバッファロービルズのファンとなり当時スーパースターだったオージ j シンプソンが在籍していた1973年にリッチスタジアムで NFL の試合を初観戦した。第17回スーパーボールでのマーフィー高校時代もアスリートとして活躍した彼には MLB からのスカウトもあったがコルゲート大学に進学。 野球とアメリカンフットボールのキャプテンを務めていた。マーフィーは1977年にドラフト外フリーエージェントでワシントン・レッドスキンズに入団、ジェイク・スコットの控えを2年務めた後、フリーセーフティの先発ポジションを獲得し1983年には NFL トップの旧インターセプトを挙げてプロボールに選ばれた。1981年シーズン終了後、彼や ランニングバックのジョン・リギンズ、レフトタックルのジョージャ・コビーラは、フリーエージェントとなっていたがチームに残留。マーフィーは、第17回スーパーボールの、第3球、レッドスキンズ陣37ヤードまで攻め込んできた、マイアミドルフィンズの q b デビット、ウッドリーのパスを、味方コーナーバックのバーノンディーンが触ったボールを4ヤード地点で、インターセプト27から17での勝利に貢献した。 1983年10月にランボーフィールドで行われたグリーンウェイパッカーズとのマンデーナイトフットボールで彼のチームは47得点を挙げながら48失点を起死して敗れた。1984年までの8シーズンで109試合に出場し27インターセプト6ファンブルリカバーの成績を残して現役を引退した。1982年にストライキで レギュラーシーズンが7試合減った、際の NFL 選手会へのレッドスキンズ代表も務めていた。1984年シーズン終了後彼は現役引退を余儀なくされたがこれには、当時のレッドスキンズオーナー、ジャック・ケント・クックが選手会での彼の活動を嫌ったことによると考えられている。レッドスキンズ在籍中、アメリカン大学で MBA を取得。 現役引退後 NFL 選手会のアシスタントエクゼクティブディレクターを務める片原ジョージタウン大学ローセンターで学んだ。1992年から2003年まで母校のコルゲート大学でのアスレチックディレクター、その後のオスウェスタン大学でのアスレチックディレクターを経て、2007年12月3日にグリーンベイパッカーズの球団社長、CEO に就任することが発表され、 2008年1月に就任した。2008年3月、ブレッドファーブが現役引退を発表、後に撤回した際にも、マーフィー、テッド・トンプソン GM、マイク・マッカーシーヘッドコーチは、アーロン・ロジャースをエース QB としたチーム作りを行い、ファーブは放出された。2009年3月、ファーブの永久欠番について同年中に行う。 可能性はないものの将来永久欠番セレモニーを行うことを保証するコメントを行った。2011年2月6日、第45回スーパーボールでパッカーズは優勝、自身2度目のスーパーボール優勝を味わった。2012年2月、パッカーズの本拠地、ランボーフィールドの拡張を2013年までに終える予定であること、チケットを3ドルから5ドル値上げすることを明らかにした。 同年7月、ロジャー・グッテル・コミッショナーが導入しようとしているシーズン18試合制に反対の考えを示した。ありがとうございます。